知らんぞよ。えー、みんな盛り上がってるかい？シャガー、うちの仲間によく来てくれた。おいらの名前はビートルジュース。ワイルドでクレイジーなおいら、この通り元気出しにやってた。はい、パンパンパッシャイセカンド。そう、ここがオイラの墓地ってわけだ。名付けてゾンビランド。うん、ここにはと今さら、うん、古いモンスターとかいっぱい住んでるわけだ。手を振るな。手振り返さなきゃいけないだろう。今からモンスター紹介するからちゃんと聞いとけ。まずフランケンシュタイン、それからフランケンシュタインの花嫁ブライド、こいつはスーパーセクシーだ。それからドラキュラ伯爵、おっとアンパー、あいつの好みのタイプで気がつきな。そして最後にオオカミ男、こいつは一晩中月に向かって吠えるのさ。どうだい、この辺りの夜行くんで歩くつもウルトラいいだぜ。ディシディイなんでもない。オッケー、じゃあ次はおめえらの番だ。いいか、お前らもそうやって進歩してたら全然ダメだ。このショーはな、ライブなんだ、ロックガールショーなんだ。だから今からお前たちには無理やり盛り上がってもらうために無理やりウェーブをやってもらう。知ってんわ、ウェーブなんかで知ってるよな。ここだけ立ち上がって座るだけだ。でも気をつけろ、ここの椅子は立ち上がると座る時にバクーンって跳ねてくからな、押さえてそれ。なんかこう、ケツくっからな、気をつけろ。よし、そっちの足の向こうに向かってのウェーブだ。みんな準備してくれ。えー、後ろ後ろ客見てっからな、やれよ。寝るなよ。絶対雨から入ってきたんだ、あいつら。よし、行こうか、ウェーブ大使、3秒前から行くわ。
るんだ。だいたいよ、ロックンローラーの若手ギャルってやってくんだろう。でも袴だからただの若手じゃねえ。袴だしね。オッケー、それでは袴の DJ のビートルジュースが紹介するぜ。ド最高にド強烈な2人組、その名もネプアンドホー。わかんないけど、もう一回やる？
もう早いわとか、やらしめちゃうと思って。アイルください。アイーン。出なくなった。シンボたまらん、わかるだろおい。Hello, Beetlejuice。おお。へえ、よく聞くんだ、かわいいじゃん。人生ってのは一度きりだ。あんなフランケンシュタインだが何してんだかわかんねえやつはほっといてよ。俺と一緒にいいことしようぜ。あ、ビートルジュース飲んでくれよ。結構いけてんだろ。おー、ビートルジュース。
気分を変えてクールなナンバーで決めてもらうぜ。モンスターチームモンスター、赤羽のドンディShake.